深夜放送。はい、ということでですね、まあ、本日は、タッチさん、アジさんがおらず一人での、収録ということなんですけども、いやー、ついにやってまいりました。本当に私タッチアカデミー5年6年やらせていただいてますけども、まあね、いつもは本当毎週収録楽しみなんですけども、ちょっと本当今日だけはマジでなくなんねえかなと思ってる次第なんですけども、まあちょっとついにね、ホラーを一人でやる日が来てしまいました。毎回おなじみ、まあチラズアートさん、夜勤事件とかそういうのタッチさんと一緒にやらせていただいたんですけども、そちらの、深夜放送という作品を一人でやると。で、今まではね、これやっぱタッチさんが動かしてくれてるの僕見てるだけだったから、まあ、なんとか いけてたんですけど、ちょっと自分で動かして、もうホラーめちゃくちゃ苦手なんでちょっと不安しかないんですけども、ちょっとね、もうやらないとこれもう今日帰れないですから、ちょっともうやっていきたいと思います。じゃあ早速初めから、あー、やりたくねー、マジでこれもう怖いのよ。ずっといきます。ちょっとあるぞマジで、この、あ、え、誰、ちょっと名前が聞き取れませんでしたが、亡くなったと誰かが。はい、ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。うん、バカな、うん、そんな、だってこの前会ったばかりだ。うん、ラジオの仕事が軌道に乗ってきたって嬉しそうに話していたあいつが死んだ。あいつが死んだ、うん、俺は信じられなかった。うん、いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。原因は不明だと。ラジオ局で死んでた。不明。どういうことだ。本当に。おそらく自殺だろうということで。自殺。警察は早々に捜査を打ち切った。はいはいはい。自殺。うん。ふざけている。あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いないはずだ。はいはいはい。俺は。あ、弟なんだ。自分で弟に何があったのか調べることにした。うん、弟さんが亡くなったんですね。これは自宅っぽいか。ああ、なんかこういうの負けといた方がいいのかな。あれ、ちょっと操作が本当にね、ちょっと不安なので、ゆっくりね。これは自宅、あ、なんかあるぞ。はい。山奥ラジオの鍵は家のポストに入れてある。必要な時に自分で持って行ってくれ、橋本。はい、オーナーさん、そうか、ポストに入ってることで、これ車の鍵を手に入れました。で、これ懐中電灯。うわ、これは絶対いるな。だからポストに入ってるんだね、鍵は。はい、じゃあ行きます。これでいいのかな。おお、開いた。狭いな。廊下、こっちじゃない、だいぶ山奥ですね。こっちか。暗い、すごい田舎で、階段を見て、はい、で、ポストがあると。暗い、ポストどこだ？あ、この辺か。あ、はいはいはい。オーナーの家にポストがあると。オーナーの部屋がどれだ？ここじゃないか？ポストっぽいのがないもんね。なので一旦もう行きますか。なさそうだもんね、ポストっぽいのが。で、これを？これをに乗るってこと？軽トラだな。乗りますか。ん？何これ。あ、そういうことか。あれか、鍵を使うみたいな。おお、乗れた。え、運転すんの。ちょっと待って、むずいむずいむずい。え、どこ行きゃいいの。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い怖い。あ、これ地図があるのか。緑が自分っぽいかな。で、家？あ、あの家がオーナーの家かな。
じゃあ、家行ってみますか、一旦。この路、左でいいのか。これもなんか見つかった。あ、いたいたいた。すごいすごい。で、これ左でいいんだよね。いや、これ操作むず。早く道に。あ、これで、オッケー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 。いけたいけたいけた。よしよしよし。うわ。すごいな。ごめんなさいね。折れます。マジで見てた。こっち。はいはいはい。やっとやっとまっすぐ行った。え、なになに、暗い暗い暗い。ああ。あ、すごいなこれ。絶対酔う一人だろこれ。アワジできないなこれ。うわトンネルある。うわトンネルが一番怖いんだから。なんかこの暗いの嫌だな。うわなんか木倒れてる。怖い怖い怖い。これまっすぐでいいんだよねとりあえず。うわなんこのすごい道すごいて。うわすごい。あなんかラジオがある。ちょっと待って。え、あラジオ局に入る。これまだでいいのかな。一旦。はいはいはい。あ、ここに着いたんだ。オッケーオッケー。じゃあ一旦。あ、ちょっと待って。すげえ。一旦じゃあぐるーっと回って家行きます。とにかく鍵がまだないもんね。ラジオ局に入る。だから家、オーナーの家。よしよしよしよ。まだ今んとここの操作の大変さであんま怖さがあんまり出てこないですけど、後々来るんだろうな知らずさん。ただこのバックスをギュイーンじゃないのよ。バックすごいなこれ。みんな進めなんだよ。はいはいはい。こうね、ちょっとでも引っかかって動けなくなっちゃう。はい、こっち一本道で助かったな。この山道って怖いっすよね本当に。暗いと。わカーブが。はいはいはい。よしよし。坂道がすごい。坂道カーブすごいって。事故起こるぞこの道。すごいなこの道マジで。坂道の上にカーブが急すぎんだよな。はいはい。よし行けた行けた行けた。はい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 。いいよ。でまっすぐ。はい。あーぶつかっちゃう。あ落ち着いて。はいギュイーン。はい。でまっすぐ行こう。うわ坂が。うわ。G がすごい。よし。で？今どこだ？でこれ右折だな。これ右折だな。右折できんのか。こっち。あれ右折できない。ん？右折でしょで。もっとギュインと行って、ここから曲がり始める。急か。うわ。すごいわここ。すごい。よしよしよし、よしよし、いける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 。よし、いったいったいった。よしよしよし。はい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 。あとはまっすぐ。うわー怖っ。ジェットコースターやん。もうちょいか、もうちょい行ったところだ。
はいはいはい、これ登ったとこぐらいかな、うん、この街灯らへん、ここっぽい、橋本家って書いてる、ここか、降りれないか、でも待って待って待って、あーあーあーちょっと待って、ちょっと待って、これどうやって行くんだろう、まっすぐ、こっちだよね、これ左に入れんのか、ここで、これか、これだよね、これ、ん？あんのか、降りれないもんね、これか、あ、入れた、いや大変だなこれ、あ、ここから動かせる、はいはいはい、まっすぐかな、で待ってね、はい、違う、ここか、これか、ドア、え、びっくりした、何、ドアないじゃん、ドアだよね、暗いなあ、懐中電灯か、あ、これだ、あ、よかったよかった、ドアはあるけどポストがどこだろうな、なんか入る的なあれが出ないからポストを探さないといけないんだ、ポスト、ポストって大体この外とか塀の外とか、え、なさそうだぞ、ポストどこ、これか、これあれだな、メーターだな、これか、違うな、おい、ポストどこだよ、あ、あ、あった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 、これだ、あ、裏口があんだ、うっ、あっ、え、何、なんで消えたの、ちょっと待って、ちょっと待って、お、びっくりした、びっくりした、そういうこと、で、これで OK か、でも終わりで、ラジオ局か、オーナーとか出てこないんだ、勝手に撮っていいんだね、また運転すんのはい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 、いいね、で、ラジオ局がもうぼちぼちじゃない、これか、着いた、で、これ入れると、ふぅ、で、鍵を選ばないといけないね、はい、わ、ちょっとコンクリが安心するな、こっちか、はい、これですね、で、ここか、あれ、なんかあるな、こう下、なんだ、なんか拾いました、10円かい、10円、まあいいか、鍵をとにかく選んで一旦入ります、あ、開いた、開いたよね、開いたから懐中電灯、あれ、よし、うわ、なんか光ってる、なん、怖い、これ、怖い、怖いな、あー、怖い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 、ちょっと待ってね、何もないんで、頼むぞ、あー怖い、テープレコーダーちょっと聞いてみますか、ん、何、何もできない、何もできないぞ、どういうことだ、なんかテープがいるとかそういうことで、ここだってテープどっかないの、うわ怖いな、うわ、こう夜の、やなんでこんなとこにあるの、まずそのラジオが、ん、でもなんか聞きたいよね、ラジオ、どっかテープ落ちてんのか、はい、ないですね、なんか落ちてる、これじゃない、これではない、ドアがある、ドアが2個ある、
冷蔵庫、あ、なんか派手な、何なんかあるな、あ、びっくりした、何自動販売機のチケット、へえ、そんなんくれるんですね、まあいいか、とりあえずチケットなんか飲めると、でこっち開けてみますか、あ、ウォーターサーバーがある、テープ、あ、なんかブース、あー、なんかスイッチャーみたいなのありますね、なんもない、はしご、わ、この外怖いな、なんもないよね、なんもないね、はい、ここにもドアがある、とにかくテープ、あ、なんだこれ、あ、携帯、あ、テープ、テープあった、なんか、なにこれ、うわ、なんか、なにこれ、血じゃん、血の上にテープ落ちてんだけど、あ、最悪、あ、びっくりした、怖い、ちょっと聞いてみますか、よしよしよし、とにかくテープを聞いてみましょう、で、アイテムで、うわ、びっくりした、なにこの音楽、あー気持ち悪い、あー気持ち悪いよ、何しとんねん、ホラーのラジオなんだ、はい、鬼川まさきです、まさきって読むのね、このコーナーでは僕、はい、まさきがリスナーさんから送られてきた、はい、ホラーな話を読んでいきます、そんなことしてるからや、ということで早速読んでいきたいと思います、はい、ラジオネームトウコさんからの手紙です、はい、トウコさん、これは霊感のある同級生の小学生の時の話です、はい、その子は生まれつき霊感がありました、うん、保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、うん、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、はい、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです、うん、いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、うん、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。なるほど。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったといいます、うん、女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、うん、彼氏の方の足がなかったり、可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと、うん、幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、うん、実害がなかったので気にしないようにするようになった。あ、気持ち悪い、うん、小学5年生くらいになった時でしょうか、しっかり聞かせてくるな、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになった。いいって、もうしっかり心霊話は、何かを言っているようですが、何を言っているのか分からないので、ずっと欲しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、うん、急いで一人で帰っていたそうです、はい、薄暗いからか、うん、少しの物音でも反応してしまい怖くなってしまっていました、うん、そんな時、こんばんは、うわと声をかけられたそうです。いやね、振り返ると中年のおじさん、うん、一人、家まで行ってあげようか、怖い怖い怖い、そう話すおじさんに恐怖を覚え断って去ろうとすると、腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないか、やばいじゃん、人怖、恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が、助けてくれたの、幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。おう、うっ、何なんて、な、最後何、6本あんの、なに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 、いいとこで終わったし、なに最後なんかモゴモゴモゴみたいな、わ、これを6個あと集めないといけないの、なるほど、なるほどね、いや、どこにあんの、だって、おいおいおい、手がかりをくれよ、なにこれ、え、だって、え、この中にあるわけじゃないんでしょ、だって一応見てみる、さすがにこの中にないよな、外とかにあるのかな、
わ、こん中 2,3 個ねえかな、あるわけねえよな、怖いな。え、なん最後なんつったのあれ、怖かった、最後のもごもごもごみたいなやつ。まあ一旦、まあ一旦外とか探し行きますか。外？だってこのもうないもんね、見れる部屋は。外か、机とかも見たし、外行くのか、ロッカーも見たしね。はい、これも違う。じゃあちょっと外行ってみますか。これ外だよね。でちょっと全く分かんないから、まあ一旦この自販機チケットみたいのもらったから、自販機なんか買ってみますか。まあ喉も渇いてるでしょう。はい、すごいね、珍しいというか、ん？使えねえじゃん。おいおいおい、いやおかしいと思ったんだよ俺。だってそんなのねえもんだって、自販機自動販売機のチケットとか。10円でも無理でしょ。おい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 、そんなわけないと思ったんだよな。じゃあどうすんの。でもなんもないね。なんもないな。どっかこの辺とか下とかないか。いやそうか、どこで使うんだよ自動販売機のチケット。じゃあじゃあちょっともう一回車行ってなんかどっか探してみますか。いや手がかりなんもないぞ。地図見て行ってないとこ行きましょう。ちょっと下がんないで、まだもうちょっと勝手に下がんないで。あ、なんか自販機っぽいのあるぞ。地図に自販機っぽいの、左行ってみますか。ちょっとこの地図見てっから動かないでよ勝手に。じゃあ、さっきの左折したところをもう一回ぐるっと回ればいいのね。はいはい、でここね、ここ左折じゃなくてここ左に曲がって、何びっくりした。でこの辺をどっかも左に曲がると、左に曲がりそうなとこを曲がると、これかな、待って、見て、見て、これだ。うわ、ひうわ、このハイビーム、ハイビームやめて。これ左折ね、はい、左折左折左折、はい、OK、うわ左折のあとすぐこの下りのカーブ、危ないってこの道マジで。あ、間違えた間違えた。はい、でまっすぐ行って、いやここ曲がれないな。あー、このバックがエグすぎるんだよな。はい、ここで戻る。 OKOKOK で、左、はい、こっち、あ、自動すごいな、自動販売機っていう看板が出てるぞ。これか、あ、自動販売機の場所に入るってなんだよ。はい、なんとか自動販売機まで来れました。どれですかね。うわ、出た公衆電話、一番怖いやつ。どういうこと。あ、そういう自動販売機か、飲み物じゃないんだ。あー待って、これまっすぐじゃない、あ、こうだよね。あったあったあった、うわ、あるねこういうの。はい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 、ちょっと待って、このさ何も出てこない時間長いのよ、だから一番怖い。あ、何、ブラックライト、いらんて、どういうこと、ちょっと待って怖い、いらんよブラックライト、怖いな。はい、ハンバーガーのね、あるよね自動販売機、カップラーメン、これはジュース、ハンバーガー、これ何？なんか書いてる。1234って番号書いてる。テープだ。どういうこと？順番にやればいいのかな？あ、ん？これだ、テープの場所が、3、
うん、これ順番に押すってこと？なるほどね。じゃあトントントン1234でこれか。おお来た。おお、テープ取れました。ちょっと早く早くライトライト。え、この剣はいつ使うの？そんで怖いな、何も言わないでね。よし、え、手剣はいつ使うんだろう。これ何？何この自動、これだけすっごいな。あ、これは？あ、これっぽいぞ。なんか黄色いの出てる。おお、なんか出た。ちょっと待って。え、あ、食べ物、ハンバーガーっぽいの手に入れましたね。ありがとうございます。はいはい、ハンバーガーゲット。どっかで使うんですかね。あとは触れそうなものはないと。はい、じゃあこれで戻ってもう一回聞きますか。怖いな。でまた運転だ。公衆電話もあんのか。10円もあるもんな。いえ、やってみる。一番怖いんだからこれが。あー、一番怖い。だってどうすんのこれ。番号入れてみるぞ。一番怖いやつ、このはい、え、誰、何、え、すげえ、そういうこと。これはこれ何、関係ないのかな、この番号は。ないか、さすがに。上を見なかっただろうってなんだよ。じゃあちょっと戻ります。はい、とりあえず道なり行って、はいはいはい、でここね、はい、ここは行こう。はい、OK、ちょっと待って、何も出ない時間長えな。あああああ、勘弁してくれ、勘弁してー。ヒーターなんか、何、動物なんか引いたぞ。ごめん。うわー、なんかイノシシみたいに引いちゃった。びっくりしたー。ごめんなさい、本当にごめんなさい。怖かった、今何もマジで焦った。でこれ右ね。そういうことね。いやもう やだなー、そういうの本当に怖いわ。だいぶ運転うま、運転うま、めちゃくちゃ運転うまくなってるじゃん。あ、引っかかっちゃった。ちょっと一回ハンバーガーどこで使うんだろう。一回懐中電灯、あ、バックしちゃった。はい、でテープ、あ、これでテープと2個、ん？番号書いてんのか。え、どっちが先だこれ。え、どっちが先か分かんねえんだけど。順、こっちでいいのか。ん？いいよ、多分こっちだよな。え、最初から始まんの？途中じゃなかった？あれ？まさきのホラーの話。最初からになってる。あれ？はい。さっきの結末は分かんないんだ。今回もやってきました。はい。ホラーの話。はい。今回も手紙読んでいきますよ。いや、いろんな種類の聞かされるのやだな。あれ？一緒じゃね？手紙です。またと。この人前も送ってくれた人ですね。そういうことね。前回の話とっても良かったので。トウコさんすげえヘビーリスナーじゃん。今回も楽しみですね。これはいとこが確か中学生の時。はい、いとこは家族が病気になりとても気を落としていたそうです、うん、いとこはその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います、うん、家族が病気になったけど何もできず苛立ちと不安で情緒不安定になり、うん、不登校になったと言います。あ、
何もする気になれず、ただ空を眺めてはため息をつく、うん、そんな毎日を過ごしていたそうです。はいはいはい。しかしそんな彼女に唯一一つの希望がありました、うん、親友の存在です、うん、小学生の時に意気投合した友達がおり、とても仲が良かったそうです、はい、その子はいとこのことを心配して毎日家に来てはいとこの苛立ちや不安に寄り添って話を聞いてあげたり、うん、学校での楽しい出来事を話して笑わせてあげたりと、うん、暗い心を照らしてくれたそうです、はいはい、いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです、うん、そんなある日、今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていた、うん、いとこがふと時計を見ると、うん、いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。お、部活が長引いているのかもしれない、今日は忙しくて来れない日なのかもしれない、うん、そう自分に言い聞かせていましたが、チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです、うん、どうしたんですかね。遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がします、はい、とプルルと一本の電話がかかってきたそうです。そんなタイミングよく親友が交通事故に遭った、最悪じゃん。親友はそのまま、マジで帰らぬ人になってしまったそうです。かわいそう。いとこは自分を責め生きる意味をなくし、うん、たどり着いた先でした。ダメだよ。誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時、うん、いとこを呼ぶ声が聞こえました、うん、構わず飛び降りようとするとまた呼ぶ声が、うん、今度はそれだけではなく女の子の顔が目の前に現れたそうです。それは、いとこは驚くと止まる。やめて、その声やめてくれ。やめて、一番怖い音。やめたようです。それから、もう怖い。顔も聞くことも見ることもできず、その時一瞬だけだったそうですが、いとこにとって親友はこれまでもこれからもかけがえのない。いる今の。わあ、もう怖い。腹立つわ。いるかね、その怖いあのやつ。マジでよ。はい、もう一個。もうあれ待ちしてもうてる。なんかもうあの声が怖い。まさきのホラーの話。はい、これ7個聞くのこれ。ホラーな話。マジ？今回はどんな話が出てくるのか、うん、手紙を読んでいきましょう。はい、ラジオネームトーコさん。おい、1人しか聞いてないぞ。またこの方です、ね、このラジオ、まあ、リスナー1人や。トーコさんが送ってくれる話は幽霊の音楽。あ、まあね、確かにその悪霊的な感じではないか。今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうか。逆に気味悪いけどね。これは友人が高校生だった時の話だと言います。豊富だな、トーコさん。家族が病院に入院することになり、毎日病院にお見舞いに行っていたそうです、うん、その病院は総合病院だったのもあり、大きくて医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だったようです、うん、ちょうどその時期は人事の時期だったのか、見たことのある看護師を見なくなったり、うん、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです、はい、いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います、うんうん、その看護師は家族がいる部屋の方から来たので、うん、何気なく家族に、また新しい看護師入ったの、うん、と尋ねると、いや知らないよ、と言われました、うん、自分の勘違いだったのだろうか、うん、前からいた看護師なのか、違う部屋から来た看護師なのか、うん、記憶をたどり出てきた部屋の場所を思い出しても、やはり家族の部屋のような気がするけど、うん、そんなことが頭によぎりましたが、それ以上は考えないようにしていました、うん、すると隣のベッドの中年女性が声をかけてきました、うん、病院だからね、いろいろあるさ。意味深ですね。そう言うと少し微笑み、飴を家族と私に一つずつくれたのを覚えています、うん、
とてもにこやかで感じのいいおばさんでした、はい、数日後見舞いに来ていたら遅くなってしまい、面会時間もあと少しという時間になっていました、うん、トイレに行き家族に声をかけてから帰ろうと部屋へ向かっていた時です、うん、家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと、この前見た看護師が出てきました、はいはいはい、なぜかとっさに隠れてしまい様子を見ていると、一緒に出てきたのは家族の隣のベッドのおばさんでした、看護師と手をつないで歩いていきます、すぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でフラッと部屋に行ったというので慌て追いかけました。おばさんと看護師が見え、後ろからおばさん、おばさん、と声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。やばい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 。看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく、二人で歩いていきます。やばいって。エレベーターの前で二人が止まったので走って追いかけ、ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき、エレベーターの中でおばさんの腕をつかむことができました。はい、おばさん大丈夫？うん、そう言うと、うわ、看護師はこちらをぎろりと睨み消えていきました。何？エレベーターには何も覚えていないおばさんと二人だけで、何このシュワーってやつ。B2 のボタンが押されて、怖い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 。後から知ったのですが、地下2階は霊安室でした。あの看護師はおばさんを連れていくつもりだったのでしょう。ああ。違うパターンできた。はい、3つ聞こわりました。あと、うわ、もう手汗すご。あと4つ、はい、じゃあまたちょっと違う場所行ってみますか。ハンバーガーでね、今持ってるのはハンバーガーとブラックライトも使わなそうだけどな。なんかハンバーガーをどっかで使うのか。この上かなんかあるよね、この山の一番上行ってみましょう。さっき左折して右折、はい、でこれでこれ、ここ右だ。なんか今坂のマーク出てたぞ。十分だろ坂は。ここ右だよね。でいや、ここむずあ、OK、行けた、やっと行けた。うわ、また山行くんだ。視界も悪いな、坂だし。うわ、怖え。なんかある。何？え？あれ？もう一個あんの？ん？合ってるよね。おい、もう一個あるんだ。めちゃくちゃ古かったぞ、なんか。嘘だよな。うわ、入りたくねー。うーわ、やばいってマジで。うわ、入んのここ。うわ、最悪。あー、もう最悪だ。あははは、めっちゃある。勘弁してくれよ、もうマジで最悪。おい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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、おい、どういうこと。え、そう、なんかその一個ちゃんと一個ずつ正解入っていけないと。え、そういうこと。おいおいおい、死ぬってここで。そういうことで、絶対絶対そういうことでしょ。正解を開けていかないとたどり着けない的なことじゃないのこれ。でもないもんな、手がかり。なんもふ、まあ、ちょっと真ん中から行ってみるか。え、でも待って、ヒントちょうだいよ。ヒントあんのか。
っと待ってよ、ちょっと待ってよ、一回戻ろう、一回戻ろう。なんか使えるもの、ハンバーグ、あ、待てよ、これじゃない、あ、これじゃない、あ、すげえ、そういうことか、なるほど。いや、だとしてもやだな、最後どうなってんの、だってテープだけにしてよ、あるの。あー怖い。あ、あ、何？何何何何？あ、あ、ちょっと待って。もうちょっと待って。大丈夫？何？ボイスレコーダー？テープじゃねえじゃん。え？なんもないよね。怖い。待って、帰りは？帰りはいいのかな？あ、開いてんのか。マジで怖い。最悪。マジで最悪。もう早く出して。早く！怖い！頼むぞ！頼むぞ！怖え！え？あ、いいのか。あれ、なんかある！なになになに？うわ！おい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 、追いかけるか？追いかけよう。